はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今日はファミスタクライマックス続きをプレイしていきたいと思います。でですね、まずドリームペナント、ジャイアンツ今1位なんですが、今回はスワローズとの3連戦ですね。ファミダス引いていきたいんですが、貯めておきたいなという気もするので、今回はファミダス引かずに、早速試合の方入っていきましょう。ファミダスは今5700ポイントですね。5712ポイント貯まってますんで、もう少し貯めてですね、ショップに入れた時になんとかショップでいいカードを引きたいなと、買いたいなというふうに思っています。スターティングラインナップはご覧の通りになってます。今日の先発はこのチャンネルで一番のエース、今村ですね。ホークがね、打たれる気がしないですからね。さあ、初球は曲げていって、2球目はストレートで追い込んだら、もちろんフォークです。これでヒアネを空振り三振で、2番三輪ですね。ごめんなさい、三輪。おお、これは当たりがいいけど、だ、追いつけないか。荻野の足でも追いつけないってなると、もう誰も追いつけないな。ワンアウトランナー三塁。なんとかね、0点で抑えたいですよね。これはどうだ？だあ、飛びついたけどダメだったか。間違えた。まあ、犠牲フライはやむなしかなという当たりでしたけどね。飛びつきましたが、ポロッとグラブからボールがこぼれ落ちちゃいましたね。最後はゲッツーで、まあ、最少失点1点で済んだので良しとしましょう。ストライクか。吉典の今のストレートは早かったですね。1番荻野、ランニングホームラン2本打ってますからね。うちのチームで唯一ホームラン2本打ってる荻野。まあ、ただここは見逃し三振。2番荒木はショートフライで、まあ、あっという間にツーアウトになっちゃったな。で、岡島です。ちょっと吉典打ちにくいな。最後はストレートか。ちょっと決め球のスライダーが頭によぎっちゃった分、振り遅れましたね。さあ、この回もなんとか0点で抑えたい。だー、一塁線を抜かれた。足の遅い藤井でもこれはセカンドまで行かれますね。これでワンアウトランナー二塁。この回もスコアリングポジションにランナーを進めちゃったな。これはショートゴロに打ち取って、ランナー変わらずツーアウトランナー二塁です。これは真ん中にストレートですね。よし、これで追い込んだらフォークボール。おお、振らないか。ここは空振り三振ですね。さあ、土鍋です。ここは強振でホームラン狙っていこう。どの上も成長してパワーが B になってますからね。これはライト前ヒット。これでノートランナー1塁だけど、5番中井か。何度かね、お話してるんですけど、5番を打てる打者が欲しいんですよね。ここは残念ながらゲッツーに倒れてしまって、ツーアウトランナーなしから吉川がセンター前ヒット。これも抜けるね。おー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 おお。一塁ランナー自動スタートじゃなかったか今の。ほんわりボールがかかると確かにスタートしてくれないときあるんですけどね。
吉成はそのままバッターに入ってきましたね。もしかしたら変わるかなとも思ったんですが、さあ追い込んだらフォークボールを連投していきましょう。まだスタミナはありますね。この回までは今村いけるでしょう。よし、ちょっと初回のね、スリーベースワンアウト三塁になってからファインプレーでねボールがこぼれちゃったのが惜しかったですね。ただここは小林誠司がこの回先頭打者でツーベースで、今村のところには代打を送っていきましょう。まあ、代打誰を出すかな。ここは脇屋にしましょう。どうだ、いやこれは落下点に入るね。ランナーはそのままワンアウトランナーが二塁。これでツーアウトか。追い込まれたな。で荒木かすいませんごめんなさい、ちょっとくしゃみが出ちゃいまして、お聞きずる苦しい点があったと思うんですが、その間に同点に追いつきました。これで岡島か。ここは岡島も強振を連発していきましょう。なあ、これはバックネット。おお、さよならだ。剛速球投げてきましたけど、岡島が見事に弾き返してくれた。まあ、理想的な勝ち方だな。今村が抑えてバッターがきっちり返す。あとは、まあ、ちょっとね、ジャイアンツ5番の中井には申し訳ないんですけど、やっぱ5番を打てる、ミートもパワーもそれなりにあるバッターがちょっと惜しいかなって感じですね。西村健太郎が絶好調になったと。まあ、西村健太郎はうちの抑えエースですからね。やっぱりピッチャーでいうと先発だと今村、今試合勝った今村と、抑え中継ぎ、まあいわゆるリリーフだと西村健太郎ですね。そうなるとパワーが高いのは、そうだな、飯原はミートが B ありますね。あとはパワーの高い選手というと、まあ、堂上が今ねご覧の通りパワー B になってますけど、5番打てるってなると大島か。大島をちょっと入れましょう控えに。で大島一塁守れるので、この大島と中井をチェンジ。これを新たなスターティングラインナップにしましょう。1番沖野、2番荒木、3番岡島、4番堂の上、そして5番に大島を入れました。これでどうだろう、それなりに厚みが出てきたんじゃないか。で中井は代打の切り札かな。まあちょっとねパワーミートともに D なんで、まあ成長に期待という感じですね。ではこれでプレーボールしていきましょう。新たなクリーンナップがうまく機能してくれればいいですね。今日の先発は高木隼人。足が速いな。
これはストレートで。サードライナーですね。まあポップフライって感じかな。よっしゃー、刺したー。小林がうまーく刺してくれましたね、今。ちょっとね、初球を打たれて、一塁、内野、安打になった時の動きを見ると、走られたらセーフになるかなと思ったんですが、なんとなんと、小林が二塁で刺してくれました。荻野は、パワーが、B。うん、パワーが C、ミートが B。走力は A プラスになってますね。荒木はこれボテボテのあたりはセーブだね。よし。内野安打で出塁したら岡島です。まあ岡島はね、ミートが A ありますからね。で、ドノブ。がーいやー、やられたな。当たりがちょっと良すぎたかな。まあ、当たりはヒット性の当たりだったんで、ランナーそのまま進塁させましたけど。伸びがありすぎましたね。センターではなく、ライト、ライナー。さあ、ワンアウトランナー二塁のピンチを迎えて、藤井です。前の試合では藤井に打たれてますからね。おお、しかも強振を入れてきた。怖いな。ただ、その藤井を打ち取って、今ナビ。ここを抑えておきたいですね。どうしても。だー、抜かれたかー。1点先制点。スワローズなんか相性悪いのかな。結構強いな。おお、ナイスプレイ。飛びついたのがライナーで、そのままアウトですね。そして新しい大島ですが、これは初球を打ってセンターフライ。これも初球を打って吉川はファーストファールフライですね。ランナー出しときたいけど、無理か。山本はピッチャーゴロ。さあ、高木、3回の表。よし、1塁アウトで、まずはワンアウト。そして、初回、内野安打の日やね。ヒアネは足が A ありますからね。まあ、道理だな。これも一塁はどうだ、際どいけどアウトですね。よし。で、三輪。三輪も足 B あるんで、それなりに足は速いの。さあ、3回の裏。この回転取らないと、連勝が止まっちゃうかな。遅いボールだけど、落ちきらなかったな。入りましたね。が、最後は空振り。で、ここで高木のところで代打を送っていきましょう。今日は代打そうだな。誰にしようかな。エゴシにしましょう。エゴシ。うまくヒットしましたが、これが切れていきます。これは三遊間を抜けていきます。これでワンアウトランナーが一塁で、一番大きなこのチームの顔的な存在になってますからね、今や。これは切れていきます。これも切れてく。そろそろなんか落とされそうな気もするけど、抜けろ。よし、これでワンアウトランナーが三塁二塁。今の当たりで荻野が二塁に行けるっていうのがファミスタっぽいですね。
で、あら来た、勝負強さ見せてくれ。あー上がったところが悪かったな。うん、まあちょっと残念でしたね。今のはもう打った瞬間二塁を、まあ、荻野を戻しててもどうだったかっていうタイミングですね。かつ反応が一瞬遅れたので、もう取られた瞬間二塁ベース上でボール取ってますからね。そのままアウトでしたね。さあ、では3連戦の最後の一戦、サーティングラインナップはご覧の通り変わらずいきましょう。先発は菊池雄星です。多分今持ってる先発のカードの中で一番強いのが菊池だと思うんですよね。ストレートご覧の通り157キロ、で決め球はスライダーです。先頭打者ヒアネを空振り三振。おお、うまいね、大島。ナイスプレー。飯原は、これは抜けていくな。山本は今の中継ですらポロるのか。だー、抜かれたー、ショート山本。先制点だな。ここは慎重にさばいて、まあ1点取られましたね。ちょっと山本のところにね、強いボールがいって抜かれてしまいましたね。で、成瀬か。球速はないけど、やっぱり変化球はね、一級品ですね、成瀬は。で、荻野はこれ二塁までいけるでしょう、荻野の足なら。さあ、ノーアウトランナー二塁。で、荒木。ここはバントで、得点圏にランナーを進めたい。うん、三塁にランナーを進めたい。おお、フィルダースチョイスだ。今ので三塁に投げるかな、成瀬も。絶対一塁って場面だけどな。抜ける。よしよしよし。さあ、ノーアウトランナー三塁二塁です。なお、追加点のチャンス。で、4番、堂上。上げてくるな、やっぱり。これはファーストファールフライに倒れて5番、大島。これは抜けるね。で、二塁ランナーも帰ってこれるでしょう。これはセンターフライ。で、山本です。成瀬もかなりテンパってる感があるけど、この回でノックアウトしたいな。ボテボテの値か。うお、変な投げ方するな。今の普通一塁だろうっていう場面ですけどね。送球は菊池に勝ちをつけてあげたい。よし、三振。で、今波です。よし、空振り三振。
これは切れてくね、危ない危ない。三塁線、決め球スライダーでショートゴロに打ち取ってツーアウト。うん、スリーアウトチェンジですね。小林です。2回の裏、これはキャッチャー追いつくか、ただバックネットに当たってファールです。これはやー、三輪が落下点に入りますね。レフトフライで菊池ですが、まあ、ここは完封完投かしてもらいたいんでヒッティングでいきましょう。お、なんか無駄に強振にしたらいい感じになったな。これでワンアウトランナー二塁。菊池はまあ足はね当然速くないんで、長打がないと帰ってこれないかなっていうところではありますけどね。お、抜けるか。さあワンアウトランナー三塁二塁になって荒木です。成瀬が変わりますね。ピッチャー中澤に変わります。おお、中澤早いな、ボールが。しかもハーフスイングになっちゃったからな。にゃー、抜かれた、大引き。この大引きが代打にいるってすごいな。なんかまずい流れだぞ、これは。ランニングホームランを食らうんじゃないか。ランニングホームランを食らう。ランニングホームランを食らって同点にされた。マジか。余裕の勝ちの雰囲気でいたんだけどな。いやー、ちょっとまずかったな。まずいプレーでしたね。優勢はちょっとへばってきてますけど、この回までなんとか投げてもらえば、この裏に勝ち越せればさよならになって優勢に勝ちがつくんで、なんとかねもう一人頑張ってもらいたいけど。竹内にはライト前ヒット。これは追いつくか。よし、岡島が追いついてスリーアウト。よし、サヨナラを目指してなんとか頑張りましょう。岡島からの好打順なんで。石山ね、ギャー、剛速球の決め球に目がくらんで、ちょっとタイミング合わなかったですね。どうだ、抜けないか。当たりは良かったんでね、ヒット性の当たりになるかなと思いましたけどね。落とされた。一塁間に合わないですね。間に合わないというか、まあアウトですね。間に合わないっていうと投げてる側な感じになっちゃいましたけど、大島の当たりはセンター落下点。菊池に勝ちをつけてあげられなかったな。そしたら武藤を入れていきましょう。なあ、抜かれるか。なんかまずい流れだな。なんとか打ち取りたいけどね、ここも。追い込んだんで、決め球カーブ。睨みレベル2を発動してきたな。よし、空振り。で、石山ピッチャーのところで代打です。
抜かれた。これは帰ってくるぞ、ランナーが。勝ち越されてしまいましたね。これも入っているぞ。だ、三塁まで進まれるな。勝ち越されてしまいましたね。二点差。徳山か。決め球は剛速球。ただこれはボテボテの当たりで、どうだ、一塁はアウトか。うん、しかも剛速球を投げ込んできた。抜ける、よし。山本のツーベース。これで小林が出てくれればまだわからない展開になるな。なあ、打ち上げた。そしたらハムトのところで代打を送っていきましょう。誰にしようかな。好調なワキヤかな。最後の強振使ったけどファウルか。あー、最後は剛速球。いやー、ヤクルトの3連戦は負け越しか。いやー、成瀬とかね、強かったですね。ファミナスポイントがもらえるな。500ポイントもらいました。で次はドラゴンズとの、3連戦になりますね。はい、というわけで、今回はドラゴンズとの3連戦、ヤクルトとの3連戦、お届けさせていただきました。いかがでしたでしょうか。次回はですね、ドラゴンズとの3連戦をプレイしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。